どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はハワイのダブルツリーバイヒルトンに宿泊しております。で、まあ、宿泊してるのはまあどうでもいいんですけども、今回は、速報ということで、今ねツイッターで結構話題になっているんですけども、来年以降の特典航空券のバリテンパサール行きの特典航空券の、ビジネスクラス、エコノミークラスともになんですけども、枠がね本来、4席とかね、結構大きい席、なんですか、数を伴う席っていうのは結構ね開放されないことが結構多いんですよね。で、今現在ねガルーダインドネシア航空のビジネスクラス、エコノミークラスともになんですけども、4席以上開放してるんですよね。で、今ちゃちゃっと調べた感じだと、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆、まあ日本でいう繁忙期っていう時期はありますよね。そういう時期でももちろんね今取れるんですよね、現実的に。で、ちょっとね1人、4人で24万マイルなんで、6、4、24で1人6万マイルぐらいねかかってはしまうんですけども、4人でビジネスクラスで、東京からバリ往復ができます。で、こちら東京だけではなくてですね、関空とかも、取れるみたいなんで、ぜひね今 ANA マイルをある程度所有している方、ぜひ狙っては見ていかがでしょうか。今回のこの情報は、Twitter のサダさんっていう方に教えていただいて、今回ね動画を作らせていただいてるんですけども、このビジネスクラスでしかも4名以上の座席が開放されるって珍しいことですので、今現在ね ANA マイルを保有している方はですね、ぜひね次のお休み、まあ来年以降でもいいですし、ぜひね狙ってみてはいかがでしょうか。ガルーダインドネシア航空ビジネスクラスも取れますんでね、フルフラットでね行くこともできますんで、そういう意味ではねとてもいいですよね。飛行機もビジネスクラスで、であとは現地のホテルだけ押さえて利用するっていうのももちろんいいですし、マリオット系のねホテルもありますんで、ちょっとね個人的にはとてもおすすめとなっておりますんで。で、なんでこれをねこの今ねここホテルのバスルームで撮影してるんですよね。まあこれもまあどんどんね座席なので、開放されてる座席は基本的に枠がありますんで、まあどんどんねこの情報が拡散されてって、まあ、席はどんどんなくなっていくと思いますんで、もしね、来年以降、まあ来年以降じゃなくてもいいんですけど、まあこれからのね、旅行先は決まってなくて、まあある程度 ANA マイル持っている方で、ちょっと決め替えているなっていう方はね、ぜひこちらね、検討してみてはいかがですかね。ビジネスクラスで行ける旅行ってのはね、結構いいですよね。結構てか最高ですよね。私もぜひ狙いたいなと思うんですけども、ちょっと私はねマイル数が足りないんで、今回ちょっと控えようかなと思ってるんですけども、ぜひね ANA マイルを持ってて旅行先決めてない方、ぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。まあ、ちょっと今回の動画はね短いんですけども、今回速報ということで、ぜひ ANA マイルをある程度持っている方はぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。ちなみにビジネスクラスもエコノミークラスも4席以上ね開放を確認しておりますので、ぜひね日本の繁忙期でもちょっと調べてみるだけでも利用してみてはいかがでしょうか。ちょっとね短い動画なんですけども、今回の動画が役に立った、面白かった方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、チェックとフォローしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。